はい、皆さんこんにちはサウンキューベースの姉妹ソフトのキューベ s シスモバイル用のアプリですけれどもこれが最近になってバージョン3.2というのが発売になりましたとっても軽くなったそしてプラグインなどが軽快に動くようになったと思います今ちょうどキャンペーンでウェーブスの「チューンリアルタイム」という リアルタイムに音程を補正できるソフトがこの q b a s i s 用に発売されましたパソコン版との違いはミディノートから音程を補正するという機能が省かれていますその他はほとんどの機能が同じように使えますそれでこのプラグインの実力を試すために一つの実験をしてみました僕の音痴な歌で、 音階を歌ってみましたちょっと聞いてみてくださいドレミドレミそしてわかりやすいようにこのプラグインの拡大の写真を準備しました一番左にあるのがスピードですどのぐらいの速度で反応をするかということです こっちのノートトランジションというのは音程から音程に切り替わる時の自然さです0にすると極端に変化しますしこれを800の方に上げていくと自然な感じにつながりますあと真ん中にビブラートをどのぐらい残すかそのような設定ができます一番重要なのは一番下ですキーを合わします 今回は波長調でしたので C にしています。ABCDEFG これと右側のフラットシャープで調を合わせます。これが一番重要です。そして次はその上にレンジというのがあります。自分の声のレンジがどのぐらいなのかアルトなのかティナなのか調整していくことになります。右の方にホルマントというボタンがあります。これをやっておくと 声の質の方も一定にするのかそうでないのかそういうことも設定できますそして上の大きなダイヤルはコレクションの度合いです100にしておくととってもケロったように音程がぴっちり合います数字を下げていくと自然な感じにコレクションが行われますそしてコレクションの横にある「オンというボタンが普通のプラグインでいうバイパスですオンにするか、 バイパスにするかここで設定することができます機能の説明はこんな感じで Cubasis ーーの中でコレクションをするのですが今回は今画面に出てるようにケロルぐらいの強いオートチューンをかけましたこの設定が音程を一番きっちり合わそうとする動きのセッティングになります この実験がとっても面白いのはこの検証を一度ドロップボックス経由でパソコンに移行してこれを意地悪のようにメロダインにかけてみましたその結果がこのような感じです僕はメロダインのスタジオという最上位バージョンを持っていますので2つのトラックを同時にこのように見ることができます灰色のブロブというんですがこの音程の塊が 僕が歌ったそののままのピッチですドレミア・ソラシドを横に振ってみました例えば一番初めのドを見ていただくと僕のピッチはドのシャープぐらいになっていますし例が半分ぐらいフラットしています右はまあざっくりうまくいっていますそしてオレンジがチューンリアルタイムが自動で合わせてくれた音程です見ていただいたただ通り ド、レ、ミ、ド、レ、ミちょっとここでシャクってるところがありますがド、レ、ミ、ファ、ソ、ラ、シ、ドですねここまでどれを見てもかなり正確に中央に入っていますチューンリアルタイムは瞬時にピッチを補正してくれるということが証明されましたモバイルでのピッチ補正ソフトは今のところこれだけしか ありません610円という低価格でピッチ補正ができますぜひ皆さんも使ってみたらどうでしょうか村長でした